The first step, you must speak French. And then, second is white. And then, the first is あんた先生もいるぞ。あんま顔ガン出しでまずければ、あの後で、全然いい。こういう、はい、ちゃんと書類出してきてる。はい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 。そうです。アトリエバイアスでしょ。もう、ああ、よかったね、成功したね、よかったね、彼優秀なんだよって違うだろっていう。で、今の若い人たちの素晴らしいのは、そういう風なバイアスもちゃんと学んで分かってるから、ずーちゃんたちに騙されないっていうのがね。確かに君も真面目にサイエンスやったら報われるよって言った時に、あんな生存者バイアス生存者バイアスと言ってその場を去っていく若者たちを見て、素晴らしいなと、科学リテラシーが上がったなと。確かにそれはそうかも。そうでしょ。それは分かります。でしょ。いいんですよ。だから要はその特定の分野の特定のアカデミアのおじちゃんたちが自分のベネフィットになるように学生を呼び込もうとしていろいろ口八丁手八丁言うかもしれないけど、先生それってアトリエバイアスですよ、それって生存者バイアスですよっていうのを秒で返せる若者たちの素晴らしいことで、まあそう考えるともう話できない。まあ大学院に行く君は分かって大学院に行く君は分かっているのかっていうね、大丈夫なのかという古川先生がおられるところで、分かって大丈夫かと言ってしまったのはそこですよね。騙されてないかっていう、ご本人考えてますかっていう。まあなんかそういう感覚がすごく最近すごく強い。もう無理ある種そのアカデミックな道がある種のなんていうんですか、昔ほど魅力がなく波がなくなった分、逆に言うと行く学生がそれをなんていうその医学部に行くみたいな、はい、同じモチベーションって言ったらあれですけど、それに行けば報われるみたいな、そういうモチベーションなくなっちゃうと思う。はいはい、いいと思います。なんかその方が健全だなって。はい、だから好きだから行っちゃったみたいなぐらいのとかできるんですか。いや、なんか公開はやめろということなのであれですけれども、どなたが言っていたとかは言いませんけど、やっぱり60年代ぐらいの遺伝子還元主義が素晴らしいって思ってたじいちゃんたちが日本のアカデミアを歪めているというふうな結論に至りました。はい、これは私が言ったというふうに思っていただいて結構です。はい、中へ行った時無理っすよね、あれね。なんか還元主義で終わりですもんね。隣でうなずいておられます。どなたとは言いませんけど。だからダメだって。別にそこの学会だけがダメじゃなくて、まあダメなそれだ。まあなんですか、じいさんたちどけってことですか、それは。まあそう、これぐらいにしておきましょう。はい。YouTube 500人 That's video video 撮ってる人を撮ってるこうずっと ビールサーバーがある。子供と約束したビールを買わない。あとうまそうだな。はい、うまそう。はるちゃんあれなの、TVerで見ちまったのか。見ちまいましたよ。どうだったよ。なんで先生が、はい、なんだっけ、もし日本で研究するってなったら、はい、研究以外の
能力が必要になってくる、はい、から煩わしいみたいな話。煩わしいよ、そんな先生が偉い先生たちに説明しなきゃなんねえでしょ。ここもそうだけどね。思いました。でもなんか日本はその、なんだろう、この人にその能力求める必要あるかなっていうのが多いですよ、ね、そうよ。はい、あとは先生が家族学校だったらもうすぐ取れてるのは、でも結構意外でした。あのね、簡単な話だ、特定の分野が特定の人間によって特定の速度で進まなきゃならない科学的な理由ってないよね。だから私は全人類の科学のために頑張ってるっていうじいちゃんがいてたら、じいちゃん嘘だろ。なんでおめえがその分野でそんだけの予算もらってこの時代に日本でやらなきゃならない理由があるんだと、ねえよなと、なんでそんなこと言えるんだっていう。でもそこを冷静に判断できるのがすごいなって思いました。なんかもしその自分含め他の人がその他の国で研究できる環境があるってなったら、多分家族がそうだったらすぐ帰るっていうのは言えない人が多いような気もします。まあ研究には飽きないけど、アカデミアの在り方に飽きたんだね。もうなんかいいよ、もうさ買ったのいいよ、ステップ数が。まあ大事なんだけどね。そう、そんな感じのはるちゃんでした。これ載せたら、安西先生もめちゃくちゃ言ってる内容をそのまま載せたらあかんって言われたからね。なんかなんとなくそんな感じ。日本男社会アホかって思わねえ。でもそれは本当にそう思うから台湾に来ました。アホかって、日本男社会アホかって思うよね。なんかどこに行っても可愛らしさを求められるのはちょっと違うかなって思います。女であるときに。アホだよね。なんなんだよね、あれね、おっさんたちな。いっぺん実力で黙らせられない自分も、実力って言ってるけどさ、全員親ガチャとか、そんな私も含めてそうだけどね、ガチャだから。ノーベル賞取ってるじいちゃんとかもね、ガチャだから、あれ。そもそも日本に生まれてきてるだろって時点でガチャだからね。何なんだよねって話だから、まあ近代のものだよ。特定の人間が何かを発見してその人に賞を与えましょうっていうのってここ最近の話だよね。そしたらさ、過去に遡ってさ、火とか土器発明したやつにさ100万回ノーベル賞やれ、まあ生きてないからダメだけど、そいつらだよ多分、文字発明したやつとかさ。現代の人が現代の人を評価することにその意味というか、ね、どうなのっていうのが、まず縄文式土器だよね。で弥生式土器だよね。あと火とかね、アウストラロピテクスだよね。今日やってるやつありますよ。ああ、地元のバーベキューと、あの上に登るやつね。あのなんか地元のバーベキュー、はい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 、養殖池の、ああ、あれあれ、うん、あれあれ、うん、あれはかなり、はい、あれはいいコンテンツ、はい、あとはね、黙々と食べてるだけだからっていう話で、一応ここでもう一回言っておきますけど、その黙々と食べてるだけというのは不人気なので、あとで温泉会社で説明しますんで、そこで出てるものは何なんだよがわからないとかね、何なんだそれって話でしょ。解説何にもないし、材料も何にもないから、そんなん見てられる。50のおっさんが飯食ってるだけの様子なんか見てられるかっていうご意見はね、あるかと思いますけど、あれはね、編集を長い時間放っておいた状態で後になってね、解説動画って絶対作れないから、先にある程度動画がどうなってるのかを荒く編集しておかないと何ともできないんで、そういう意図でねやってると言い訳をしておきます。まあもう声とか合わすの大変なのよ。でまあやっぱりすごくね評価されるのがね、金魚のね、あの育種の歴史のね英語版、あれはね、あれはもの、あの主任もあのみんなね、あれは最強だ、あれをやってくれて、あれにどんだけ編集の時間使ってるか。で第2弾がまだ出ないんだよ。で何でかっていうと、DNA の20
重螺旋構造がって言った瞬間に DNA の二重螺旋構造が出てきてほしいんだけど、それをね今使ってるダヴィンチリゾルブってソフトで描画するのがその方法が思いつかなくて、どうしたらいいんだろうっていう、そんな感じ。はい、まあそんな感じだと、まあ、そのうちいいドローンコンテンツも作りますんで、はい、はい、ドローン最近あんま使ってないですか？めっちゃ取りためてるんだけど。そうなんですね。めっちゃ取りためてるんだけど、ドローンの弱点はね、あれ音声入らないから。ああなるほどなるほど。あれ音声入らないからね、あれに合わせた音楽といいカットでやるってなると、これはまた時間がかかる。そしたらもう なんでね、あの黙々と食べてる映像が出るかっていうと、あれが編集が一番楽なんだよね。カメラセットして飯食うだけだからね。でしょ。あのもう直線上につながってる動画をポン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 と切っていけばいいから。ドローンは難しいよ。音声も何もない状態で飽きないようにやるので、ただ映像的にはもうえぐいのが撮れてますんで、あのカモメがね、その養殖池上空に飛んでるところをドローンで切った映像とかもあるから。うん、あとですよ。おなんかこれすげえなってなってる。なんか鳥の、はい、鳥がこう入るためにこう、はい、窓が開いてる家がポツポツある、うんうん、あそこにこうドローン入ってくるのダメなんですか？あれはやろうとしたらね、めんどくさいと思うよ。あれは鳩はね、鳩だよね、鳩かこれ。鳩だけど、あれは鳩レースのもので、あれはね、すごい賭博をするためなんだから。そんなドローン突っ込んできて俺のハッチの鳩に傷ついたらどうすんねんって激起こされると思うし、サイズ的に無理。ドローンのサイズ的に、はい。なんでまあそのうち FPV ドローンでも勉強してやるわ。FPV 時速147キロで飛ぶドローン、はい、まあそんな感じ、はい、ドローンの、はい、カオリアン、カオリアンも持ってきた。カオリアン、カオリアン、カオリアン、ほうさ、そんなんさ、YouTuber、はい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 、没有爱的路线，没有，没有那么。500人行きました。500人行った後のこれからの戦いがまだ始まるぜ。ウーパイ、ウーパイ、ウーパイ。2年で500人。到了2年，现在到了500个follower。后2年，500个。但我的战争就开始而已。好的，好了，好了。よく言われる。よく言われることやけど、ね、あの、よく言われることだけど、特定の分野でね、誰がやっても何か新しいことが発見できるような、その研究分野のその時間ってものすごく短いのよ。でそれはもう演じなくてもいいよ、もう一回ね。でセカンドテイクで、あのでそれってさ、その人間の寿命がまあ100年とかあってさ、でそういう風な誰がやっても何かが発見できる時代って10年とか20年しかないわけやんか。でもなんとか学会とかなんとか学のなんかそういうソサエティの歴史ってやたらと長くて、我々はなんとか学会は何年以上何々を続けてきましたとかって歴史起こって、何にも新しいことやってねえじゃんかよっていうね。いや学問、科学は伝統芸能じゃないから、いや科学は伝統芸能じゃないからって言ったら、伝統芸能の人とかからしたらさ、いや歌舞伎新しいことやってますよ、最近もナウシカやりましたけどとかって言って、あの人たちの方が新しいことやってんの。そうでしょ、違うとこに目つけてやっぱり。そうそう、うちら歌舞伎もさ、ナルトとかやらなくちゃいけないんじゃないって、本人たち、あの歌舞伎の人たちはほら自分たちの出自からして歌舞くことが伝統だからね、はいはい、自己改革をすることが彼らの伝統だから、あれ彼らはそういう形で何か新しいことにチャレンジするんでしょ、まあ、とはいえ、まあ、文楽だろうが他の伝統芸能でもやっぱよさこいもさ、こういう感じでとかなんかやるわけでしょ。あの阿波踊りもやっぱ男の人も女の人も男前
や男踊りやっていいんじゃないのとかって、はい、けどこと学問に至っては自分たちは何年の歴史がありますって言って、待てそんな歴史ひけらかしてどうすんだっていうちゃうわけね。もうそこにさいてられるわけがないだろうっていう話はこれは YouTube で流しておいた方がいいだろう。はい、まあ、これぐらいにしてはこれからもっと、まあ、もっときつい話をこれからするか止めると。